こんばんは。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 今日もレッスンお疲れ様、ありがとうございます。今日も踊ってきました。疲れちゃった。疲れちゃいましたね。こんばんは。ギフトありがとうございます。あ、ありがとう。ミラーボールありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日からバブルも始まりましたよ。18時半ぐらいかな、18時半ぐらいに初めてヤッホーって送ってみたんだけどそう、ヤッホーって送ってみた。見れてるかな。こんばんは。そう、ヤッホーって言ってみたんだけど、こんばんは。ありがとうございます。ギフトありがとう。返信も見てますよ、ちゃんと。あれはさ、あのなんだっけ、自分しか見れてないの？その他の方の返信は見れてない感じ？なんかどういう、なんか送ってる側は側と違う画面ってことですよね。見れてないんだ。うん、いいじゃん。じゃあめっちゃちゃんと LINE してる、 LINE なんかそういうやり取りしてるみたいな感じなんだ。めちゃめちゃいいじゃん。いいですね、素敵だ。こんばんは。ユズポの見るの大変そう。大変ではないかな、全然。もう SNS っていうものに不慣れなわけではないからやっぱいろんなのやってるしね。うん、むしろたくさん見てる。コメント返信嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。誰からの返信か分かるの？分かりますよ。ちゃんと皆さんが登録してくれてるニックネームみたいなのが出てきてるから誰からのか分かる。まあ誰からのか分かんないとあれだけどね分かりますよ、ちゃんと誰から来てるか。こんばんは。
返信誰からのかから分かる分かる分かりますよ。だからいっぱい返信してねちゃんと見てるからいっぱいしてくださいね。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます、ありがとう。まつげ仕上がってますね、まつげね。今日でもマスカラだけしてる。そう、他はしてないけどマスカラだけしてます。まあほぼすっぴんみたいなもんですね、マスカラだけなら。こんばんは。今日も踊ってきたんだけどね、そうマジでみたいな、もう明後日みたいな感じで。でも8月からリハ してない、8月からしかリハしてないのよ。やばくない？時間なさすぎでしょよく逆にここまで持ってこれたなって感じですよね。すごくない？そう、もちろんな各自で練習とかはしてたけど、そうリハ始まったのはほんと8月からすごいですよね。まあ毎日リハがあるわけじゃなかったから、そうちのみやのお店の情報もありがとう。そうポストしました。普段の投稿よりブックマークの数が多くて気まずいいやでもぜひ行ってみてください。おすすめなので。一応近いところを選んだつもりなんだけど、他にもいっぱい、他にもいっぱい紹介したお店はあるんですけど、今回はまあ8期生が宇都宮市民会館っていう場所でコンサートするので、ちょっと行きやすいところにしました。ぜひぜひ行ってみてください。ALT に気づくのに1時間が確かに急に ALT 見てみてねって言われたらさ、何それってなるよね。そう画面を押したら写真にさ、説明文みたいな、そうそれです。確かに分かりづらいよね
こんばんは。ありがとうギフト。今日絶対前髪切ろう。前髪長すぎ。絶対に前髪を切る今日は。でないとこんな前髪じゃ出れない。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。バブル登録しました。ありがとうございます。みんなからの返信見てるよ、見てるよ。プチカフェのコラボドリンク、ああそう、そういうのもあるんだけど、そうそうなんだよね、いろいろあるからね。まあ早めに来て損はないんじゃない。ありがとうギフト、ありがとうございます。ありがとう。まあ早く来すぎてもって感じだよね。暑いしね。難しいところだよね、そこら辺。こんばんは。モバメの返信みたいな感じ。誰だか分かるのかな。うん、メールの返信も誰から来てるかもちろん分かってるんだけど、バブルの返信も誰から来てるか分かります。だからなんかバブルはこの名前にしようとかってなっちゃうと、もしかしたら推しメンから誰だろうって思われちゃうかもしれないので、同じ名前にした方がいいと思います。まあ基本そうですよね、皆さん。そう、そこら辺は統一させた方がこちらからしてもありがたい。誰から来てるか分かるんで。こんばんは。明日もリハですか。そうだよ。明日もリハーサルです。ありがとうギフト。ありがとうございます。
大阪さっき雨降までさっきまで雨降ってたけど名古屋ですか。名古屋は暑いですね。とっても、まあ、昨日の方が暑かったかなって感じはするけど、どうだろう、暑いよ。普通に暑い、シンプル暑い。でもなんか風はあるんだよね。だからめっちゃなんかカラッとしてる感じではないんだけど、夜が本当にやばい、暑い。お昼も暑いんだけどね、夜もね暑いです、めちゃめちゃ。もうクーラーがいる生活じゃないと生きていけない、めっちゃ暑い。ありがとうギフト、ありがとう。そう、本当に皆さんも気をつけて、熱中症には気をつけてくださいね。こんばんは。缶バッジキラキラ出ました。おお、レアのやつか、すごい。グッズ当日も買えるのかな、買えるみたいなのでぜひゲットしてくださいね。生写真とかね、生写真とかいろいろ他にもあるので、やっぱもちろんライブだからね、やっぱライブを楽しむためのグッズもねいっぱいあるので、ぜひ。ルーちゃんとの生写真かわいい。あ、ペアのやつが出た人だそう、ペア、ルーちゃんとだったのよ。ペアの生写真があって、ソロとペアカットと全身じゃないや、全員カットがあるんだけど、そうそうなんです。ポルーです。一宮ずでもなく、ゆずあみでもなく、ポルーです。まあ、他にもハチキちゃんとのペアはいっぱいありますけど、そう、ルーちゃんとです。私はポルーです。こんばんは、やっほー、こんばんは。ポルーって覚えやすい相性だよね。そう、まあそうだよね。ビブス着て新幹線乗りたいくらい楽しみすぎるいや着て着てよ、さすがにあの蛍光ピンク着てきたらやばいかな。いやでも上にパーカーとか羽織っちゃえばさ、暑いか、パーカーなんて羽織っちゃったらいいんじゃないですか。ビブスはこの夏のトレンドですか。
ちなみやけに広告出てますか？出てる、出てる、出てるよ。嬉しすぎて噛んじゃった。え、出てるよ、めっちゃ見てる。嬉しい、だって帰っ行きも帰りも見てるもん。嬉しいですよ、ありがとうございます。しかもなんかさ、その衣装が展示してあったところはさ、その横を見ないとさ、結構なんだろう、気づかない、まあ気づく人は気づくみたいな感じなんだけど、今回やっぱ広告だから、やっぱ上の大きいモニターみたいなとこがあるんですけど、そう、そこだから、そう、なんだろう、言ってしまえば別に見てない、なんか見てるわけじゃないけど目に入ってくるぐらいの大きさなので、なんだろうっていう感じにはなるから、そう、私結構なんかね、なんかちょっと待ってたらすぐ出てくるみたいな感じ、他の広告みたいなのも出てくるんだけど、そう、結構ね出てくる。そう、免疫のはまだ見てなくって、栄のも見てないな、あと錦だっけ、そう、見なきゃ、見たい、見に行かなきゃ。こんばんは、やっほー、こんばんは。ギフト、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。一宮行く前に見に行く、ぜひ見に行ってみてください。ね、改札出たら右かな、そう、右に行くと見れます。電車の方は、電車で来る方は改札出て右曲がると見れる感じです。こんばんは、やっほー、ギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、なんかほんとリハーサルはしてるんだけどさ、なんか実感わかんのよね、会場行ったら湧くかな。いや、すごい楽しみなんだけど、もちろん本当にあるのっていう感じ。リハ期間が短いからかな、なんか楽しみだけど実感湧かない。
ありがとう、ギフト、ありがとうございます。今日は自主練するの。早く寝たいけど、ちょっと自分があんまり苦手な曲だけやろうかなって感じそう、苦手な曲だけやったら寝ようかな。ささっとやって早くお風呂に入って寝たいと思います。こんばんは。幕開いても意外と俯瞰的、これ俯瞰的、何なんたら的に物事捉えてそうなんです。そもそも漢字読めないし、これ意味わかんないんだけど、あ、合ってた。俯瞰的、俯瞰的ってなんだ、落ち着いてる的な、冷静なんだろうね、俯瞰的。あ、一歩引いてみる的な、一歩引いてみてるのかな、ゆずは。わかんないな。褒めてるそれ褒めてる。どういうこと、なんか、よくわかんない。落ち着いてるって感じ。落ち着いてる、落ち着いてんのかな、わかんないけど、どうなんだろう。私もでもなんか当たり前だけど、自分が出てるライブとか劇場公演とかをさ、その自分の目では見れないじゃん、リアルタイムで。映像は見れるけど、そうだから一回死ぬまでに見てみたいな。なんか日本の技術が進歩して、あの、いつか見てみたいですね無理そう。こんばんは。自分の地元に1000人以上集めるアイドルってすごい。いや、私が集めてるわけじゃないしさ、集めるってより本当に来てくれる皆さんのおかげなので、本当に楽しみだよ私は。みんなが私の地元、みやまるの地元に来るってなかなかね、すごいことだと思うから、とっても楽しみです。やっぱ今までさ、そのトークショーとかトークイベントとか、あとビッシュコレクションとか、なんかそういうイベントもあったけど、なんかまた違うイベントじゃないですか。やっぱファッション系のお仕事だったけど、今回はもう本業ですから本業ですから、本当にもうこんなにもね、なんか縁起のいい8っていう数字が揃った日にできるのって運命なのかわかんないけど、嬉しいです。泣かないように頑張る最後まで笑顔で乗り切りますって言って、最初で泣いてたらどうしよう
みんなは泣いてくれるかな。誰から涙につられてそう。でも結構ね、そのタイプかも。割と何事も。こんばんは。4日終わったらご褒美あげたい。何くれるんですか？とりあえずね、スタバは我慢してる今んとこ。2週間3週間くらい飲んでないから飲みたいな、早く。こんばんは。9月の幕張に向けてお菓子我慢してる。えらい。えらい。お菓子我慢してるんだ。ファンの方はもう我慢すんの？好きなもの食べてほしいけど。我慢してるんだ。えらいですね。こんばんは。コンディション8日に合わせていく。コンディションね、整えたいよね、コンディションね。私も整えたいよ。直前に絞るタイプです。いつも割とそうかもしれない。なんかずっと長期間やるって無理かも。危ない。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとうございます。体にいいか分からないけど、糖質と脂質抜いたら一気に痩せる。糖質と脂質ってなんだ？糖質、ん？糖質と脂質、何を抜いたらいい？
炭水化物か、なるほど、炭水化物ね。うーん、炭水化物と油っぽいもの。うん、白米、あー麺ね。うわ今日パスタ食べちゃった、くそー、もう食べん、やめよ。あでもジュース最近飲んでない、水水水飲んでるよ。水嫌いだけどね、水飲んでる。味のある飲み物大好きだから。あーサラダチキンね、サラダチキンやっぱいいんだ。サラダチキンじゃあ明日食べようかな。サラダチキンを食べる明日。じゃあ明日はサラダチキンをお昼ご飯にしよう。サラダチキンとお味噌汁、私大好きなんですけど、お味噌汁飲んでいい？お味噌汁好きなんだけど、お味噌汁も OK。 今日は、今日の食事はね、何食べたかな、セブンイレブンのパスタサラダみたいなやつと、あとね、キウイ食べました。キウイを食べました。あとはね、氷食べたのと、夜はサラダとあれだ、チンジャオロースですね。以上。あと最近あれ飲んでるわ、プロテイン。今日買ったんだけど飲み忘れちゃったんだよね飲んでるわとか言ってるくせにね、プロテイン、そう買ったんだけど飲んでないや。飲もう後で、明日飲めばいいか。ザバスのやつ、そう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 、ザバスのやつ、これチョコレート味。107キロカロリーなんだ。明日飲もう。そう、なんかこの 20g って書いてあったから、ココア味よりなんか多いんかなと思ってこれ買ってみてる。でも4日連続ぐらい飲んでますね今んとこ。でも本当になんかミルメイクみたいな味するそう、ミルメイク飲んでるみたいな味します。個人的に美味しい。え、でもあれだよね、あのさ、あのなんだっけ、運動した後に飲むといいって言うよね。あれ違う、それを信じてるんだけど、動いた後に飲んでる、ちゃんと。そう、飲んでます。そう、家にもプロテインめっちゃあるんだけどさ、プロテインバーとかあるんだけど、そう、意外と実質、あ、やめます、やめます、やめますっていうか食べません。じゃあ大丈夫でーすやめときます。こんばんは。
あと最近干し梅にハマってて超食べてます。干し梅あるかな、今カバンの中に入れてるんだよね。あったー、これ。めっちゃ美味しい。当たり前に今食べちゃう。これをリハとかの合間に食べてます。そう、コンビニに売ってて毎日買ってる毎日買ってます、マジで。毎日買って食べてる。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。赤いペンライト新調していくね。ありがとう。そう、かほちゃんがねオレンジと黄色なのよ。で、あみちゃんが黄色と白なので、そう、普段私黄色 S で区別つけるときはほんと黄色しか見てないのね。黄色を使ってるメンバーがいないからチーム S は。そうけどね、はちきちゃんは赤、寒色系じゃない暖色系が多いのかな。赤黄色、私が赤黄色で、かほちゃんがオレンジと黄色で、あみちゃんが黄色と白とかなので、ちょっと目を凝らしてみようと思います。よく見て、よく見て。まあでもビブス着てるからね、やっぱ誰かわかるか誰かわかるかな。ビブスがあるから、そういうためのビブスですもんね、きっとね。楽しみだな、ピンクに染まってるのかな楽しみ。後ろの方だから初めてうちわ作る、組めて、うちわ作ってくれるの嬉しい。うちわグッズであるけど、それでも嬉しいけど、作ってくれるのも嬉しいよ。グッズ少し手を加えます。嬉しい、ありがとう。あ、顔写真だとってことね。うちわはね、白い文字だとねちょっと見えづらいかも。蛍光とか蛍光系の色は結構はっきり見えるかもしれない。白とか、うん、白で縁取ってるとかなら見えやすいと思う。黒の文字を白で縁取ってるとかは分かるな。そう、白だけとかになってくるとちょっとね見えにくいかも。なんだかんだ見つけてもらえると信じてます。結構ほんと見てるよ。ツアーもサマーツアーの時もだけどめっちゃ見てるんだから。
まあでも確信持てなかったりするよね。今本当に見てるのかなとか、本当に見つけてもらえたのかなって分かんないよね。でもちゃんと見てるから安心してください。安心してください。こんばんは。こっちの方見たら自分を見てると思ってます。いやそれでいいと思うな。ユスはまあ見てるには、見てることには間違いないからね。一緒に行く先輩をユズ防止にさせます。それは私がさせる私がさせます。いやお友達とかそういうなんか方を連れてきてくれるのいいですね。嬉しい。一緒に行く後輩を更新させます。私がさせます。絶対に話しません。50分に終わろうかな。あと2分くらいしたら終わります。一緒に行く決めたのしをゆずちゃんを審査します。誰かわかるんだけど、なんかなってくれなそうだな。なってくれるかしら。うん。急に弱気発言させる、させる。こんばんは。やっほー。そうバブルなんだけど、バブルはちょっと遅めの時間までできるので、ただ深夜とかには投稿できないみたいだから、ちょっとあの投稿できる時間のギリギリくらいに投稿 しようかな。そういう感じにします。ありがとうギフト、ありがとうございます。そうできないらしい。資料見てたらできないって言われた。ガチで寝る時間には送れないってことか。もう最悪、次の日に何時何分に寝たよって送ろうか。そう、何時何分に寝たよって言っとこうかな。でもそれじゃね、ちょっとね意味ないよね。なんかリアルタイムじゃないじゃんね。あ、50分だ。そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。またねー。おやすみ。明日からちょっと聴いてる曲とかもバブルに載せたりしようかな。毎日音楽聴くから。その辺もちょっと投稿していこうかなと思ってます。ではまた明日。おやすみ。またねー。ありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみ。
ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。